ヨギボーWeリーグ延期されていました第11節ホーム新潟が浦和を迎えて対戦しました。まずは前半21分浦和のゴールシーンです。清家選手の動き出し非常に良かったですね。はい、清家が運びます。ここで中の選択肢もあったんですけれどもキーパーの位置を見てアウトサイドで流し込む非常に技術高いゴールでしたよね。ここで普通だったら折り返すですけどもう一度出したっていうところがね素晴らしいゴールでした。うまさが光りました。清家の先制シーンでした。アウトですからね、うまいですね。そして29分浦和コーナーキックからオウンゴールのシーンです。直本から南へというところ決まりましたね。オウンゴールになりましたけれども直本選手やはりこのキックの質の高さですよね。キーパーも出るか出ないかのところそしてはこの南選手の飛び込み、まあ、浦和とすると大きな武器になりましたよね。はい、そして43分、キーパーの池田から直本そして菅沢。ここは本当にもう新潟の集中力が一瞬切れてたんですよね。はい、直本キーパーからこのキーパーの正確なキックから直本選手のヘディングと菅沢選手は常にやっぱりゴールを狙っている。この裏への飛び出しと冷静さ素晴らしかったですね。浦和がこれで3点目。そして45分、新潟です。滝川夢右足で決めていきます。素晴らしいゴール。これ16番の園田優奈選手がこう粘って17番滝川選手のこのターンの速さとしっかりこう足を振り切った素晴らしいコース、いいゴールでした。新潟が1点を返します。そしてエンド変わって後半です。47分、浦和です。清家から8番直本打っていきます。8番直本選手得意なコースですよね。キーパーもいい反応でした。そして53分、直本うまい菅沢へ、菅沢ゴールです。素晴らしいゴールでしたね。8番直本選手やっぱりここで浮かせたっていうアイディアと菅沢選手のこのブロックをしながらしっかり自分の間合いで抑えたシュート、非常に冷静でした。新潟も2人ついていたんですけれども菅沢決めていきました。しっかりミートさせましたね。はい、そして72分、新潟です。上尾延から伊表現合わせていきましたね。10番上尾延選手とキックのうまさも光りましたね。ここで17番の滝川選手がやめたんですよね。でここで素晴らしいこのキックからイ・ヒョギョン選手も難しいヘディングでしたけれどもしっかり体をひねっていいコースに入りましたね。本当に新潟追加点もう一回いけるかなと思ったんですけどもね。イ・ヒョギョンウィーリーグ初ゴールです。そして80分、新潟北側からのボール右サイド茨城最後道上、これ決めたかったですね。一次攻撃二次攻撃と左右に振って最後道上選手は得意な形、ちょっとインサイドにかかりすぎました。そして87分、新潟この風化、ね、この選手も非常に、ね、コースを狙った素晴らしいゴールでしたけれども池田選手が上回りましたね。池田ナイスセーブを見せました。中3日で行われたこの試合です。アルビレックス新潟レディースと浦和レッズレディースの対戦2対4で浦和が勝利しました。